はい、いつもありがとうございます。はい、ご依頼者トヨさんから、はい、セレクトのユーロを4つですね。初めにご注文いただいたのがこの4つと、スターウォーズ2つ、トヨさんですから、スターウォーズね。それと後からね、ボックスがね、在庫をちょうど反映させたところだったんですけど、はい、ボックスもということで、はい、4パックやって、1ボックスやって、スターウォーズ2箱の順番でいきます。はい、じゃあ、よろしくお願いします。セレクトの方はね、カード全部送付ということで、はい、まずケンちゃん、お、ウクライナ若そうですね。うん、ミコラさんなのかな、マイコラさん、どっちだろうな。はい、ルーキーですね。これ初めて見たな。はい、オーストリアの選手ね。で、レコイ、この下は色ついてる。お、アザールだ。はい、お、ハイナンバーのモドリッチとアザール、トリカラいいですね。トリカラも箱2ぐらいな感じですもんね。ハイナンバーのモドリッチも OK ですね。はい、トリソさん、フランス、ゾブニンさん、ロシア。これ、あの、一応ね、店長言いながら言ってますけど、覚えないとなと思って、新キャラ多いんでね。あ、赤の大カットだ、危ない。うーん、チェコの選手ね。よいしょ、赤の大カットです。よいしょ、お、少ないんだ、65の56、ウェールズのベン・デイビス。はい、ウェールズもね、強いですからね。前回も結構いいとこまで行った記憶がありますね。うん、はい、トリカラー大カットで、ルーキーですね、クロスターマンさん、ルーカス・クロスターマンさん、ドイツのディフェンダールーキーね。あ、アイパペ、はい、ベースも貴重ですよ。ルーキーですね、ロシア。お、ハイナンバーのクロアチアのルーキーだ、ペトコビッチさん。ちょっと待って、こうだ、ん、オレンジだ。はい、アルシです。で、ポーランドのキーパー、シュツシュニーさんでしたっけ。はい、あ、オレンジ125なんだ、110番。で、この子をね、なんか、はい、ソユンチューさん、違うんだろうな。はい、気になりますね、ディフェンダーですけどね。うん、よいしょ、ちょいちょい見かけますね。もう覚えましたね。ちゃんとした呼び方後で調べよう。はい、これベルギースターリン、ちょっと待って、お、ライトグリーン、レバンドフ。はい、今ね、旬ですから、149の123、レバンドフ、ライトグリーンなのかな。はい、で、これ赤の方ですからね、チームカラーの方の、なあ、どういうあれか分かりませんがね。はい、パラレルの方の色付きなのかな、ネベス。はい、ということでね、シリアルが、初めのトリカラー以外はみんなシリアルでしたね。うん、65の赤大カットも出ましたし。よいしょ、はい、ということでワンボックスの方ですね。こちらも4パックと同じ風にね、仕分けしておきます。カードはまとめておきます。はい、じゃあ1パック目、ウクライナ、ステファネンコさん、はい、パルミエーリさん、イタリア、
あ、ひっくり返ってる。あ、ウムティティ。14の49。ウムチがひっくり返ってます。サイン。あ、サインだ。おお、ブロンズオートか。はい。フランスオート5番なのかな ?23 って書いてますけどね。クラブチームの方。どうなんだろう。ね、はみ出てなさそうで、はみ出てない。ね。はみ出てそうだけど、はみ出てないですね。正解はね。はい、サイン来ました。で、トルコの選手のシルバールーキー。で、これはデンマークの選手。はい、ウムティティオートを初めて見ましたね。セレクトから。トルコ。ケンちゃん。ウクライナのルーキーね。で、デコイの下が、青。青のロドリゴ・モレノさん、スペイン。203の225、アラバ。ちょっとアミバ風に言いました。よいしょ。はい。フランス・トリソ。あ、大カットがあるな。はい、ゾブニンさん。この下。誰？ルーキーだ。フィンランドのルーキーですね。はい、フレデリック・ジャンセン。112の175。フィンランド。フィンランドもそこそこね、前回やってたような気がします。はい。予選リーグ？決勝リーグ？予選リーグかな？なんか、結構、うん、印象にありますね。パベルさん、チェコ。アザール、ベルギー。ハイナンバー。ルキですね。ジョルジーさん。ロシア。で、ゴロビーもロシアだもんね。ロシア、ロシア。トリカラ。で、またルキーだ。スイス。お、オランダ、ファンダイク。すごいっすね。張り手。張り手しちゃダメだけどね。はい、ドナルマ。ひっくり返ってる。クリロナだ。インサート？サイン出てもんね。お、光ってるよ。おー、クリロナシルバー。いいんじゃないですか？うん。箱1ぐらいでなんかひっくり返ってるんですよ。あ、デヨングもルーキー出ました。おー、ナイス。トヨさん。チェコの選手、ルーキー。これベルギーの選手ね。マーテンさん。はい、デリフ。お、ギラギラ。ハイナンバー。うん。誰でしょうか。お、ルーキーだ。オーストリアの選手。タイダイだ。はい、ステファン・ライナー。あー、あの、かっこいいのね。うん。進撃に出てきそう。9の25ね。はい、ハカさん。おお、大台のルーキー来ましたよ。クリロナシルバーと。やばいっすね。ロシアのセメノフさん。セメノフ。チェコのルーキーね。で、ひっくり返ってます。5765、コンパニ君。懐かしい。コンパニ君の赤ジャージ。これマンチェスターシティのジャージかな。シティでしたっけ、クラブチーム。で、ルーキーのシルバーです。お、結構ルーキー絡みますね。イタリアだ。ニッコロさんか。ミッドフィルダー。ファビアンね。ファビアンさん。へえ、いいっすね。さすが。ルカク。アーノルド。はい、ピアトフス。トリカラーの青。はい。クロアチアの選手ですね。クラマリッチさん。はい。
フィンランド、ルーキーです。健康食品に合いそうなお名前かっこいいですね。あの健康そうなね感じです。はい、グリーズマン、ゴロビンで、デコイのパープルはアーノルドだ。いい選手ですもんね、彼も。63-79。イングランドのアーノルド。トレント・アレキサンダー・アーノルド。スウェーデン。はい。チェコ。だ結構ね、内容、箱のそのコンテンツはかなりこれいいですよ。封入形式というか。アンパップ店長はかなりいいと思います。お、光ったよ、ルカク。おー、かっこいいね。いいね。いいっすね。なんか、ゲーム、サッカーのゲームとかで、レインボーガチャが聞いたら、レインボー出てきたルカク、みたいな。ガガガガ、みたいな。やったね、みたいな。はい、いいですね。25尻ですよ。インサートなんでね。あ、フェリックスも来た。はい、ハイナンバーのフェリックス。ルカクの25尻の20番。インサートは光からシリアルが入って25尻という感じです。はい。結構出るんで、多分生産数自体は結構少ないと思いますよ。はい、フェリックスのベースも来ましたよ。いいっすね。まあね、当たり外れはやっぱりあると思いますけど、まあ、あとはね、範囲が広いから。アッケさん、エイキさん。どれが当たりかとか、ね。心のベゲットは人によって全然違うし。ね、165-100。レバンド。封入形式に関しては自分はかなり店長はいいと思います。このセレクト市場でもね、シングルもあれだし、まあ大会がこれからですから、活躍するのがね、まあ出ないわけがないっていう。お、エリクセンの赤じゃないですか。赤ダイカットエリクセン25-65。いいっすね。ね、小尻もこれだけこう、こんな感じで出てくれば、生産数もおのずと分かりますからね。かなりいいですよ。店長はとりあえずまあ、安く販売、ね、してるつもりですけど、ね。はい。よいしょ。やっぱりね、在庫反映させてもね、すぐ買われちゃいます。で、今、制限、初日だけ制限して、今制限取ってますけど。よいしょ。まあ外国の方すごいですね。買っちゃいますよ。はい。注文した後に、何ケース買えるのみたいなメール来ます。そういう方が何人もいます、ね、よいしょよいしょよいしょ。はい、スターウォーズのクローム、やっぱりいいよね。でリフラクターがコンプリートしたということでシリアル以上送付ですね。セレクトのカード全部と、スターウォーズの、シリアル以上。すごいですね、リフラクターコンプ。アルバムでいつも保管してるんですか。すごいっすよね。ワンケース開けた時でかなり揃いました、あの時で。やっぱりよいしょ。
でもシリアルがこれ5枚ぐらい出ますから、まあシリアルの種類問わなければシリアルでもコンプリね、いけるレベルですもんね。はい、じゃあいきます。シリアル以上ですね。あ、船、あ、金、金オート、レジスタンス、誰だろう、ちょっとここ見えてるけど、せーの、おーおー、ローレンスさん、はい、25シニの6番オンカードス、はい、アマンダ・ローレンスさん、コマンダーですからね、オンカードの25シニの音です。はい、で、これが299ですね、 C3PO ピン、スパフラ来ないかな、かなたちゃん、あ、ピカチュウ、ね、99エクスラクター、はい、3位25シリ来ました。アッキーのあたりだったらな、よいしょ、まあ、うん、100、150打倒さん、クロマッキー、オレスパイ、うん、エクスラクターですね、アルツディツ99 25番、ルークでした、ディオ、キンちゃん、レイヤの299、はい、で2箱目、よいしょ、シリアルが今5枚ぐらい出ましたね、それとサインですね。はい、じゃあ全部開けます、よいしょ、で明日着で手配します、うん、間に合います、明日着で手配、今日もちょっとパーソナルね、結構たくさんパーソナルブレイクもご注文いただいて、通販もかなりね、ご注文いただいてありがとうございます。よいしょ、よいしょ、あと3パック、行きます。あ、エクスフラクターのサインでレジスタンスですね、行きます、せーの、あ、あんま見ない、はい、トヨさんの PB でこのキャラ出た時ないですよね、ジョセフさん、アルティンさん、へえ、99の87、この人99からとかしかないとかどうなんだろう、なんか見た記憶がないです、うん、ね、パーソナルでも出たかな、いや結構やってますけど見たことないかも、忘れてる？はい、シスリピオ、へえ、はい、ホルドーさんの299、アクバーさんでした、ファズマ、カエロレの299、赤巻、
カイロレン。あとはスケッチが出ればいいんですけどね。お、レイの150。アオリフ。109番。レイか。うん。ケンさん。ファズマの299。オレンジだ。黒巻き。はい。25-9ですね。よいしょ。オレンジ。ということで、スターウォーズはね、25尻のサインと、両方、レジスタンス側、コマンダーとパイロットという感じですね。このね、初めて見たな。出てるけど忘れてる？いや、そんなわけないよな。アオリフとかはね、見ないもんね。はい、じゃあ、こちらで梱包して明日着で手配します。はい、ありがとうございました。